先週はでありますが、風邪をひいていた、しまいまして、顔の調子は良かったんでありますが、喉の調子が非常に悪く、ひょっとしたら今週もなんか続くような気がします。なんとか一生懸命、張り切って、歌いたいと思います。一生懸命どころじゃなく、もう二生懸命も三生懸命もやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。本当先週はね、いろんな声援を受けまして、本当どうもすいません。父の悪気もよろしく言っておりましたので、じゃあ次の曲、題は決まって、おらないんでありますが、適当に決めてください。じゃあやらさせていただきます。君がとても大人になっていたんだ。二人きりで夜の街を散歩したのだけれど、話す言葉何も言えず、君の顔を見つめた。白い雪が邪魔をしてたみたいだね、二人の中を。君の髪に雪が降りかかって、だけど今の僕じゃとても払うこともできない。話す言葉何も言えず、君の顔を見つめた。白い雪が邪魔をしてたみたい